こんにちは、みさのです。今日はボードドラゴンワークスさんの真鍮染色シリーズをご紹介していきたいと思います。はい、早速届いております。こんなのとか、こんなのとか、箱すごいちゃんとしてますよね。すごい、もうこれだけでワクワクしちゃいます。すごいですよね。はい、この辺を使ってどんどんカスタムしていきたいと思います。はい、それでは開けてみたいと思います。すごい、めっちゃちゃんと包まれてる。紙に入ってますね。すごい、開けてみます。わー、かっこいい。すごい、ハイダーですね。これ14ミリ逆ネジですね。いぶし銀ですね、カラーは。めちゃめちゃイケてます。今までなかったよな、こういうの。うわ、ふわふわ、ふわふわが入ってる。はい、お次こちらです。じゃーん、わー、桜飾り、かわいい。これもいぶし銀ですね。すごい、これ M ロックになってます。すごいな、めちゃめちゃ細かいですよ。超綺麗。これワンポイントめっちゃ可愛いですね。いい感じ。じゃあ次いきます。よし、わあ、すごい、めっちゃちゃんと包まれてる。一個一個丁寧ですよね。わあ、すごい、超綺麗、細かい。これはレールカバーですね。これも M ロックになってます。めちゃめちゃ細かいですね。これもいぶし銀ですね。はい、次行ってみたいと思います。これすごくないですか、この入れ物。めちゃめちゃちゃんとしてる。これもうプレゼントとかにぴったりですね。かっこいい。これもう二度と戻せなそう。行きます、開けます。わー、もうすでにワクワク。いきます。よいしょよいしょよいしょ。じゃーん、すごい、めっちゃ綺麗。やば、めっちゃキラキラしてますよ。これガバ用のグリップだ。かっこいい、金ピカー。すごい、麻の葉模様ですね。すごい、こんなの見たことないな。他にはないですね。めっちゃかっこいい。これ後で早速つけてみましょう。すごい。はい、こちらも開けてみたいと思います。よいしょ、オープン。ちゃんと包まれております。すごい、一個一個。こちらはいぶし銀の方ですね。ガバのグリップです。裏表入ってます。かっこいい。すごい、こちらもつけてみたいと思います。はい、こちら M45A1 にグリップをそれぞれつけてみました。こちらがいぶし銀のグリップですね。で、こちらが真鍮のグリップになります。はい、あとこの後ろにあるのがハンドガンガンラックです。こちらも組み立てできる形でいぶし銀と真鍮2色あります。かっこいい、渋い。私個人的にはこのいぶし銀めちゃめちゃイケてるなと思います。かっこいい。これ結構重みもあってしっかりしてるのですごい握りやすいです。多分重心が手の方にあるのでめっちゃいい感じです。かっこいい。はい、こちら G&G の CM16 レーダー L、こちらをバーストヘッドカスタムでショート化してあります。かっこいいですね。こちらにどんどんつけていってみたいと思います。まず
ちらハイダーですね。MC 銀 の, このかっこいいハイダーを14ミリ逆ネジなのでつけます。うん、簡単。あー、いいですね。できた。めっちゃかっこいい。もう一気に雰囲気変わりますね。いけてる。はい、お次はこちらレールカバーつけていきたいと思います。いぶし銀のかっこいいレールです。 M ロックになってます。よいしょ。いい感じ。簡単。めっちゃかっこいい。一気に雰囲気変わりました。はい、次はこちら桜飾りですね。いぶし銀で揃えてみようと思います。こちらも M ロックになってます。めっちゃ簡単。終わり。すごい、すごい可愛くなりました。一気に華やかになりますね。かっこいい。はい、こんな感じになりました。めちゃめちゃかっこいいですよね。印象がガラッと変わります。いぶし銀で揃えたのですごい渋い感じになりました。いけてる。ちなみにゴールドバージョンはこんな感じになりました。めちゃめちゃきらびやかに華やかになりますね。ゴールドバージョンもまた捨てがたい。めっちゃいい感じ。はい、こんなカスタムできるのは真鍮染色さんだけだと思います。みんなも買った方がいいよ。めっちゃイケてるぜ。はい、それでは早速こちらをフィールドで実際に打ってみたいと思います。早速私が組んだ銃をフィールドさんで試してみたいと思います。こちらの銃は G&G さんの CM16 レーダー L です。ボードドラゴンワークスさんの真鍮染色をいろいろつけてみました。めちゃめちゃかっこよくないですか。いいですよね、この渋い感じ。あとこのノーベルアームズさんのT1 エボとマグニファイアをつけてみました。ここを押すと、よいしょ、はい、すぐサイティングできて、でここを戻すと倍率になっちゃうっていう、めっちゃイケてる感じにしてみました。これ真鍮染色もこの色いいですよね。いぶし銀めっちゃイケてます。超渋い。めちゃめちゃお気に入りです。はい、こちらはバーストヘッドとエアテックスタジオさんがコラボしたマイクロ ARP マイクロストックです。これめちゃめちゃいい感じですよね。ここが伸びることによってめっちゃ構えやすくなります。いい感じ、いけてますよね。はい、それでは早速打ってみたいと思います。めっちゃいい感じです。この T1 めっちゃいいです。超見やすい。はい、でちょっと遠くも見たいときはマグニで、いいですね。めっちゃいい感じです。キレもめっちゃいいです。スピードトリガーコンバーターも入ってるのでめちゃめちゃキレいい感じになってます。めっちゃかっこよくないですか。おすすめ、いいぜこれ。
以上、みさのでした。バイバイ。皆さん、チャンネル登録お願いします。